人さん、5大リーグで得点に絡みまくってしまう。今季のゴール関与数ランキングプレミアリーグ1位ハーランド、9位サラー、7位三笘薫、6他1人、リーガ1位レバンドフス、8位ベリンガム、6位久保建英、5他4人、リーグ1位エンバペ、7位南野拓実、ノル6。すごい時代になったわ本当。3人とも今年中に2桁ゴールいってほしい。5大リーグのうちレベルの高い3つのリーグランキングに日本人が入ってるってすごい時代になったな。こんなの見たら次のダブルカップ期待してしまう。日本人が世界で通用し始めている。2列目 V な南野がまた復活してきたのがすごい。絶好調なのに代表に呼ばれない男南野。だったかよ森保ジャパンの秘密兵器。まだ不安とはいえこれ普通にエグいな。これがシーズン通してできたら日本人選手すごすぎるな。来月の代表戦でこの3人の2列目が見たいぜよ。なんだただの強豪国か。